サシハラディさんです。どうぞ。よろしくお願いします。こんにちは、ようこそお越しくださいました。しどうぞ中央へお願いいたします。その CM の衣装そのままに、はい、今日はお越しいただいたんですよね。そうなんです。なんかもうあの皆様の前とかバラエティ番組でももう足を出さないって最近もう決めているので、<laughs> 久しぶりに人前で足を出してすごく恥ずかしいですね。 いやーもう美脚がもう釘付けです。いやいやも,うもうもうあんまり履かないって決めてたので、ちょっとこの衣装が置かれてた時ゾッとしました。<laughs> <laughs> このスタイルで現れたら嫌われそう <laughs>。嫌われそう <laughs>。いやでも美脚がもう本当釘付けになりますし。年収受け悪そう。いや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 。いや,いや,いや,いやなんかやっぱりねこう大人の魅力が最近増してるなっていう感じが。嬉しい。 よくわかかっってまますすすね <laughs> ありがとうございますよかったです <laughs> もうね今日は楽しくお話を伺っていこうかな、はい、と思ってるんですが、はい、そんな盛り上がっていた新 CM ですが撮影現場はいかがでしたあの実は今初めて完成を見たんですよ私も一緒に皆さんと一緒に初めて見たんですけどとにかくもう一回撮影したいっていうぐらい楽しいまあ見てて伝わると思うんですけど楽しい現場でした。なんか なんかあのー、前の友人役の方って本当に友人ではないじゃないですかあの知らない人と <laughs> 私、人見知りなのでちょっとあ緊張するな何話そうかなって思ってたんですけどやっぱりああいうふうに目の前にご飯と焼肉が並ぶとすごくコミュニケーションが楽しくてあんまりというか全然知らない初対面の皆さんだったのにすごく楽しく会話ができたっていうのが。 やっぱり食事って大事なコミュニケーションに楽しい食事はいいなと思いました。そうででですすよねね、はい、撮影で初めてお会いした方々ですもん自然体で食事を楽しんでいる姿を皆さんに見ていただけたらなと思ったのであの監督にも何も気にせず楽しく食べてくださいって言われてい,やいいんだと思ってそのままさせてもらいました。 じゃあもうあれは完全なる指原梨の素の表情本当に素ですあのあのまんまご飯食べても一緒にあのそうだこれが言いたいんですよあの <laughs> 何にでも合うのがすごいですよね和洋節中って言うんですかなんかどの食事も美味しくしてくれるというか和洋節中なんて言うんですか節中になっちゃいましたから今どうしようか和洋何て言うんですか和洋中和洋中和洋中,、はい、和洋中なんでよくわかんないけどなんか全部に合うなって思ったので それがいいなっって思ったんですよね全部何て、うん、言うんだろう全部美味しく相乗効果でいただけるのが素敵だなって思いました、うん、そうですよねなんかお食事と一緒にこう飲んでいただく際にすごくどぎついのも嫌ですしんかこう本当にこによく食べれるっていうか。 <laughs> ち,ょちょうどいいみたいな <laughs> ところがありますよね、嬉しかったです。いやだからこそおいしく飲んでいただいてそしておいしく食べていただいてそしてバランスもちょっと考えていただいてとだからこそのねこの美しい指原さんがいらっしゃるんじゃないかなと思いますがやっぱりおいしいものを食べるときにはやっぱりおいしいものを飲みたいなというのもポイントかと思います。あ、はい、ありががとうございますすさあこの体健やか茶ダブルなんですが 脂肪にも糖にもダブルで働くブレンド茶ということで新 CM の撮影の方では映像の中で糖は脂肪に変わるとナレーションが入っていました笹原さんはエネルギーとして消化されなかった場合の一部の糖が脂肪に変わるということご存知でしたでしょうか やっぱりもちろん知ってはいるんですけどみんな知ってるじゃないですかきっとでも考えないようにしてるというかどっかでわそんなことないって思いたいっていうのがあるんですが改めてしっかりナレーションで入れてくれるっていうのがありがたいですねやっぱ気をつけなきゃなって。 食事気をつけようって思わせてくれるフレーズだなって思いますあの美味しく食べてるとなかなかそこまでこう考えないでこう楽しく、ね、食事を食べることっていうのを、ね、重要視している方も多いと思うんですけれどもそんな中でこう脂肪だけではなくって糖にもこうダブルで働いてくれるっていうのがなんかすごいなって思って嬉しいですよね。嬉ししいいででですすね一緒にたあの美味くく飲んでるののを相乗効果でっていうのがすごく 嬉しいですよね。本当ですよね。こう事実意外とこれあの認識していない方も多いということで、CM のフレーズだけは知ってるんだけれどもなかなかこうピンときていない方、ぜひね改めて実感していただけるのではないでしょうか。これを機に皆さんも知っていただいて、今後も食事をされる際にはぜひ。 体スッキリキャチャダブル飲んでいただきましてバランスの良い食事生活心がけていただければと思いますさあどうですかあのメロディうれしかったですねやっぱりあのメロディーを歌うっていうのがすっごく嬉しかったですただ多分私の歌が下手だった下手だからかななんか何回もなんか信じられないぐらい撮り直したのを覚えてますあそれ直してあれみたいなのとかあると思うんですけどちょっと緊張しましたねあ結構じゃあ何テイクも重ねて重ね重ねた結果 って感じですねじゃあちょっとここで皆さんもいらっしゃいますので、はい、あの披露していただこうかなと恥ずかしいですねわかりましたはいあ、あ、<laughs> あ、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 はいいきます体すこやかちゃんダブル <laughs> え、なにこれ <laughs> なにこれ <laughs> すごい恥ずかしい今一のフラッシュですよ <laughs> 酒飲む飲む絵必要ですか大丈夫ですかもう一回やりましょうかじゃあも,う回もう一度もう一度,う一度体すこやかじゃダブルあこっちの方がうまくいったんでこっちあのメディアの媒体の方はこっちのチャイソ使ってください <laughs> ありがとうございます <laughs> なかなか生歌をここで披露いただけると思ってなかったのでいやーなかなか。 モーーたちですからね <laughs> 厳,しい厳しい会見をくぐり抜けて <laughs> こうやって <laughs> 集まっていらっしゃいますからねじゃあ私が「体、はい、健やかちゃ」って歌ったらダブルにしましょうわかりましたかいいですね,いいですね皆さんいいですか <laughs> 大丈夫ですか声あの写真を撮りながらでも声は出せると思うのでそうですよ,そうですよ絶対に<え>絶対にこれ連帯責任ですからみんなで盛り上げましょうお願いします <laughs> <laughs> いきますね いきますよ。え本当に言ってない媒体後で確認しますからね私。<laughs> チェックしときます。体すこやかじゃダブル。あの <laughs> 思っており。<laughs> すごい。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。ますなかなかプレスの皆さんから声が出ると思、ね、うし思ってなかったので、いや嬉しいです。<laughs> バランスの良い食事、そして適度な運動、それにプラスして、体救えガチャダブルを飲んで、健康な食生活を送ってください。美味しいです。はい、ありがとうございました。素敵なメッセージをいただきました。本日のスペシャルゲスト、指原莉乃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。しありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。